人的保障制度は、連帯保証人と保証人に保証を引き受けてもらう制度です。奨学生本人である皆さんが奨学金の返還を延滞してしまったときは、連帯保証人が皆さんに代わって奨学金を返還します。本人も連帯保証人も返還しないと、保証人が代わりに返還することになります。あらかじめ皆さんが連帯保証人、保証人をお願いする予定の方に、奨学金の返還について説明し、連帯保証人、保証人になることについて承諾してもらう必要があります。インターネットを使って進学届を入力するときに、連帯保証人、保証人の氏名、住所や勤務先等を入力しなければなりません。また、進学後、進学先の学校から渡される返還誓約書に連帯保証人、保証人にも署名・押印してもらい、印鑑登録証明書などの必要書類を提出してもらうことになります。この時点で断られることのないよう、あらかじめ制度について説明し、承諾を得ておいてください。期間保証・人的保証のどちらを選択しても、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金の返還の義務を負うことに変わりないことをしっかりと理解しておいてください。進学前の手続きについて説明しておくことは以上だよ。ありがとうございました。二人とも受験頑張ってね。